こんにちは。冗談乗ってる方は白井水でございます。今日はですね、なんとそれと私の頭の方にアイパーをかけたいっていう連絡を、床屋さんの方からいただきましてですね、私もリーワップトークライブを控えておりますんで、この際、34年35年ぶりぐらいにアイパーっていうやつをかけようかななんて思っております。まあそんなことでどうなるのか、お楽しみによろしく。アイシュー行ってみよう。 That's my way, my way. That's where now. That's my way, my way. That's where now. 今より大事なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。今より大切なものを癖を取りましたね。はい、帽子かぶってきちゃったからね。そうですね。はい、あとその時に頭の形を確認するんで、そんなわけでシャンプーしてるわけですね。あと毛長、シャンプーをしてる時に毛質だとか頭の形とかを確認してらっしゃるんですか。はい、そういうことです。じゃあ一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、せっかくこうやったってお話をいただいてね、来たんで、この上等のテール白井光弘にアイパーをかけたいって言って連絡をいただけるなんていうのは、なかなかそんなこと言ってくる人いないわけですよ。それで目の付けどころがいい。長年の夢でしたか、ね、長年の夢。あ、そうですか。はい、じゃあ夢が叶ったわけですね。今日やっと叶いました、ね。あ、それはかえって僕も嬉しいですね。そういうこと言っていただけると武者震いがします、ね。あ、そうですか。はい、じゃあちょっと今まで床屋さんになってから何年ぐらいになるんですか。もう30年ぐらい、ね、30年。はい、じゃあその30年の、はい、その修行の成果を、はい、ね、はい、私の頭を使ってちょっと見せてください。もうバッチリやらせていただきますので大丈夫ですか。この髪質だとか毛の量だとか。はい、大丈夫ですか。今触った感じでいけますでしょ。いけますか。はい、あと毛の長さも大丈夫ですか。長さは大丈夫です。大丈夫ですか。はい、よくアイパーにも形があるじゃないですか。そうですね。例えばですね、こういう角張ってるアイパーとかもあるし、うんうん、ちょっと横にこういう行くアイパーもあります。はい、基本的には上等のテルの形でお願いしてます。そうですね。はい、で見たらやっぱりここの部分が結構収まってて、そうなんですね。でフロントが少し高くなって横から見た時にこう突き出てる。でそれがあるっていうのはここにこういう反りが入ってるから、そうなんですね。だから横が高く見えるっていうのはあるんで、はいはいはい、ただあれはあの反りはですね、これ指一本入ってたんです。あ、そんなに入ってたんですか。はい、このぐらい入ってたんで、はい、このぐらい入ってたんで、これ今やっちゃうわけにはいかないんで。そうですよね。こう上げていただいて、多分揃えるところがあると思うんです。そうですね。そのぐらいのちょっとした反りはね、これはもうしょうがないと思いますので、格好つけで、そうですね。このぐらいはちょっとやっていただきたいですけど、はい、基本的にはまあ一応こうリーゼントしてもらって、はい、横ぴっちりつけてもらって高さ作ってもらって、はい、でこのサイドの上の方ですか、はい、ここはちょっと抑え気味にしてもらう。はい、でですね、実はあれ後ろなんですけど、はい、可能であれば、はい、横からこうこういう風にセットしてあるんです。ダックテール気味にしたいわけです、ね、こういう、そう、そんで、はい、ここで真ん中でこう集めてある。はい、わかります。わかります。で、はい、そういう風にしていただけますか。できますか。承知いたしました。あら、すごい。それもね、上等のテールがビーバップの撮影の時に、はい、アイパーをかけるって言った時に、私が床屋さんで、はい、その撮影所指定の床屋さんだったんですけども、はい、そこに、言いまして、後ろをそういうふうに集める形にしてくれと、はい、いう形にしたんで、どうせならフォルムを同じにしていただけますか。承知いたしました。ありがとうございます。はい、3日前にもう一回映画を拝見させていただいたんですけれども、はいはい、その時に
その時に気になったのが、あの最後の乱闘シーンがあるじゃないですか。乱闘シーン、はいはい、ポセイドンのところから出てって、はい、でそこでこう延髄蹴りをされちゃうシーンがあると思う。あ、ありますね、はいはい、その時にここを見ると、ピシッとしてなくて少しこうウェーブがかかってるように見えたんですけれども、あれはアイパーなんですか。アイパーですね。あ、そうなんですか。ほんでね、もう多分、撮影ももう多分終わりの方なんですね、あれ。あ、話もいよいよ終わりですか、ね、話も終わりで撮影も多分終わりの方だったと思います、おそらくね。あ、そうなんですね。でも、なんていうのかな、2ヶ月ぐらいかけるわけですよ、撮影するのに。あ、はい。で、1回ぐらいはかけ直しに行ったりなんかしてんですけ ど、 あ、なるほど。だんだんやっぱり伸びちゃったりとかしてるんですね。だから、よく見ると髪の毛が長かったり短かったりするんですよ、映画の中で。そうかもしれませんね。はいはいはい、はい、だから多分あの時はそういうので、もうちょっと伸び気味だったんじゃないでしょうかね。あ、そうですか、うん、しかも乱闘のシーンとかっていうのを、結構撮った後の最後のシーンなんですよ、あれ、はい、あの延髄振りを食らうところっていうのは、はい、だからもう髪の毛とかももう結構乱れてるんですね。はいはいはい、汗もかいてらっしゃるんでしょうね。そうですね、はいはいはい、エアメイクさんとか、はい、やっぱりできないんですよ。うん、なるほど、はい。だから大体、頭は自分でやりました。あ、そうなんですね、で僕結構こだわり持ってやってたんで、はい、人よりも1時間ぐらい早く入って、まあ1時間とかなるべく早く入って、はい、で一人で自分で作って。あ、そうなんですね、はいはい、でそれから顔の化粧をしてもらってってことですね。あ、はい、そうなんですか、はいはい、だから今回このトークショーもあるんですけど、はい、実はこの頭のままドラマの撮影も一回入ろうかと思ってるんですよ。そうなんですね。多分自分でさ、メイクさん多分できないんで、自分でやることになると思いますけど。あ、じゃあリーゼントの頭の。そうです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 。はいはい。そうなんですか。はい、今回ちょっとそれでやらせてもらおうと思って。あ、そうですか。ね、じゃあ一旦これで薬をつけます。はい、あ、ここからパーマ液をつけるわけですか。そういうことです。もうカット終わり。そうですね。あとかけ終わった時に、あ、飲み上げとかこういうところを、はいはい、かけ終わってから修正させていただきます。はい、わかりました。はい。あと最後黒髪に染めたいんですね。はい、はい、それもお願いいたします。承知いたしました。はい。ああ、サランラップですか。そうですね。なんかそんなことやってる気がしないでもないな。で、温めんじゃなかった？温めなくて大丈夫。あ、大丈夫なんですか。はい、常温で大丈夫。大丈夫なんですか。はい、なんか昔温めましたよね、こうやってやってなんかブルーンつってなんか回って。ああ、あんな感じです、ね。あれ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 。そうですね、あれは使わないんですか。かえって入りすぎちゃいますね。ああ、そうなんですか。はい、始めます。いろいろかけていくわけですね、これ。30年ぶり、34年ぶりぐらいのアイパーでございます。34、5年ぶりのアイパーでございます。では参ります。はい。劇中でアイパーをかけてるっていうのは、はい、俺とトールさんぐらいじゃないのかな。あ、そう。あとみんなパーマをかけてるんですよ。パンチパーマとかロットのパーマとか。アイパーは、まあメインキャストではいないと思いますよ。あ、そんな感じしますね。うん、うんうんうん。トールさんと俺じゃないですか。多分違うかな。誰かいたかな。見た感じ、まっすぐの頭の人
はいないですよね。そうですよね、うん、そうやって考えると貴重だな。そうですよね、うん、アイパーをかけるよ。テルってそもそも漫画だとアイパーなんですよ。あ、だからなんですね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。中村徹さん扮する仲間徹は、はい、あれは多分アイパーをかけてなかったんじゃないかと思うんですよ、漫画の。なんでかっていうと、バサッてなってる仲間徹ってよく出てくるんですよ。あ、髪の毛が。ああ、漫画の中で。あ、そうなんですね。うん、雨に濡れたり。そう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 。なるほど。で、あとあれですよね、あの漫画だと、まっすぐ後ろで前髪だけはらりとあれするけども、うんうんうん、劇中だと右から左か左から右へこう流してますよね、はい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 、アイパーとアイロンっていうのは、はい、要はアイロンパーマの場合は、ええ、その大体コテが違うんでしょ。そうですね、今かけてるアイパーは平ごて、平ごてでね、ええ、平らなんですよね。そうですね。でそれに対してアイロンパーマっていうのは、うん、あの五角形になってる、ね、五角形のね。もちろんあの丸アイロンっていうのも、ね、丸もありますよね。そうですね、うんうんうん、これはねちょっと出来上がり見てみないとわからないですけど、正直、あ、今のところすごいいい感じですね。頑張ります。うん、これはここですね、ここまで、ここね、ここはほら、ここです。八歳突起っていう場所なんですけど、八歳突起、ええ、髪の生え際の突起してるところですね。はいはいはい、はい、8歳突起と、これ床屋の言い方でここ8歳突起って言うんですけど、これをこう持ち上げてこうやってやるのがエクスタシーですね。はあ。そんでまたあの店長があのビーバップのテルファンだから、そうなんですよ、もういつもよりも力入ってるね。そうです、ね、完全に。そうですね、うん、しかも、テルの頭をよくこう何度も見てるから、もう研究し尽くしてるんで、うなじの癖まで知ってますよ。あ、うなじの癖まで知ってるんですか。こうやってるの。うん、そう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 。俺ほんとうなじが長いんですよ。長いんです。うん。ああいい感じ。奥様が大笑いしてるから、これあららららら。この角度だよ。これ上等テルっぽいな。これのほら、これ、これどう？これ、これ上等テルっぽい。あ、いいね、本当に。はい、ということでございましてね、スタジオガイズさん、新所沢駅の近くでございますね、所沢市の緑町っていうところにありますスタジオガイズさんのところでお邪魔しましてね、見てください、久しぶりにバッチリ上等のテルバージョンの、アイパーをかけていただきました、いいんじゃないですか、どうですか、まあ、最高に決まったんじゃないかなと思ってますけどね、この後まで、高知郎さんとのビーバップトークライブ高校与太郎第3課 in 神戸の方へね、行って、皆様にファンの皆様に会いに行きたいと思っておりますけどもね、まあそんなこんなで、久しぶりに34、5年ぶりにアイパーをかけた上等のテルコとしれみつるでございました、まあ今日の動画はこれにて終了でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。よろしく。アイシュ。動画面白かった。